投資しなければいけない、失敗するかもしれないけどそこにお金をバーンって費やさなければいけない、いわゆる研究開発費です。研究開発費にお金費やさなかったからこうなったんですよ。はっきりそう書きなさいよ、日本経済新聞さん。はい、皆さん、こんにちは。ファミリー小屋です。今日はですね、私よく GDP の話します。実質 GDP だの、名目 GDP だの。で、まあ、GDP の場合は、名目、その額ですよね。額を中心に、まあ、額に注目して、それで、まあ、経済成長、どうさせればいいのかというふうのを、まあ、考えると。で、まあ、賃金の場合は、もう名目賃金、その、額面そのものの数字の、そのものの、賃金と、あと名目、賃金ですね。それを、まあ、消費者物価指数で割る、まあ、まあ、物価で、インフレ率で割っていく。賃金の場合は、名目のその、物価を考慮した、その割っていく方に注目する。そうすると、その、豊かになったか、上がれば豊かになるし、下がれば、まあ、貧困化が進むというふうなことで、非常にわかりやすいんですよね。まあ、合わせて、その名目の、賃金も上がっていかなきゃ、その額面が上がっていかなきゃ話にならないんで。まあ、上がるというふうな前提のもとで、その実質賃金上がったか下がったかということを、私は常に、言ってます。でですね、ここでこの日本、今日の日本経済新聞の一面なんですけどもね、ですね。まあ、菅官房長官、もうすいません。もう官房長官じゃないですね。この、菅内閣総理大臣。まあですね。まあ、私先だっての動画でも言いましたけども、まあ、目指しているところが、その縦割りですね。縦割り行政。そして、あと、既得権益。あと、前例主義。これに名詞を入れて、それを打破する。うん。それで、まあ、規制改革に乗り出すと。いうことなんですけども、で、この日本経済新聞、今日の日本経済新聞、今日は9月18日金曜日ですけども、この日本経済新聞の一面でも、まあ、向かって右側、左側ですね、左側に規制改革って書いてありますけどね。ちょっとこれ読んでいきたいと思うんですけどもね、まあまあ、読んで解説しちゃうと思います。幻の 3%、取り戻すって書いてあるんですよね。で、この記事は、前半は、まあ、大したこと書いてないです。俺に言わせると。私に言わせると大したこと書いてないです。で、これ、ふつっ飛ばして、後半部分だけですね。民間開放が鍵というところなんですけどね。ちょっとここ読んでいきます。政府はコロナ対策で大規模な財政出動に踏み切り。うん。2020年度の歳出総額は160兆円超に達すると。そうですね。まあ、最低でも、最大で、今のところ真水57兆円出してますからね。まあ、それぐらいになるでしょう。うん、公的債務の国内総生産比率ですね。だから、まあ、あれです。まあ、国債の、その発行額、国債発行に対する、GDP の比率が、21年度には 250% を超える恐れがあると。これは、あれですね。日銀の買い取った分。政府の子会社である日銀が買い取った分を相殺してません、これ。カッコでもいいから、相殺すると何パーセントって必ず明記してもらいたい。日本を代表する経済新聞であれば、それぐらいはやってもらいたい。ここら辺は細かい仕事を、はしょってはいけません。日本経済新聞の記者は。本当に日本で最大の経済新聞と自負してるのであれば。で、まあ、読んでいきますね。財政を立て直す原資は、成長戦略で作り出すしかない。ほう。成長戦略ですか。へえ、1年も2年もすれば、あれですかね。Google や、あと Apple に匹敵する、企業できるんでしょうかね。日本は、潜在成長率を今より 1.5 から2ポイント程度高められると。世界がリーマンショックに揺れていた2008年。ペンシルベニア大学のクライン教授ら、日米の経済学者がこんな共同研究をまとめたと。1.5% から 2% 高められると。で、アメリカのように規制緩和を進めて IT、まあ、その、情報技術、革新を進めれば 3% 成長を達成できると提言したと言ってるんですよね。で、まずここで、潜在成長率。いわゆる潜在 GDP ですね。潜在成長率って言葉でいきましたね。これはですね、まあ、いろんなところに書いてます。ググればわかるんですけども、わかるけど非常にちょっと難しい。概念的にちょっとこう、つかみどころがないところがあるんでね。
で、私ね、調べましたけども、この経済成長率っていうのは、その、最大概念なんですね。資本、労働、そして生産要素。このすべてですね。このすべて 100% 投入した場合の、まあ、GDP のことなんですよね。で、その GDP。で、それが去年と比べた時のその成長。その成長率のことを潜在成長率って言うんですけどね。ちょっとわかりづらいですけども、ちょっとこれ、読んでいきますか。ですね、公益団体法人国際通貨研究所というところが出しているところな、出してるんですけども、その潜在性、潜在的な GDP、まあ潜在 GDP というのは、一国が物やサービスを生産するために必要な各生産要素。ここでは資本、労働、あとは、全要素。すべての要素らしいです。まあ、それ全部ですね。全部。全部をそれぞれ過去の平均的な水準で供給した場合に実現できると、推計される GDP ということです。うん。なんで、まあ、ガンガン、まあ、入れて、それで、その過去の推移ですね。過去の推移で平均を取るんですね。その平均を取ったその GDP です。まあ私も言ってて何やこれと思いますけどもね。ただこの潜在成長率ってのは普通の成長率、いわゆる GDP、 まあ名目でも実質でもそうなんですけども、これとほぼほぼ同じ伸び率、数字を出します。だから普通の GDP がアップすれば、この潜在成長率もアップしますというふうなもんです。なんでこんなじゃん、普通の GDP で書けばいいじゃん。書けばいいじゃんって。まあ、二つ理由あるんですね、これ。おそらく、潜在成長率って書くのが。二つ理由があると思います。一つは、やっぱりGDP、普通の名目及び実質の GDP とまた違う、その、指標になり得る、経済指標になり得るということ。なんですね。まあ、別角度から見たその GDP っていう感じですからね。だからまあ、それはそれでも有意義なものだというふうなことだと思います。あともう一つはですね、これ特に、今回この菅さんっていうのは、既得権益打破とか、この、規則改革とかって言って、いわゆるまあ構造改革、これをまあ、その経済の突破口としてるんですよ。ただ、特に構造改革というのは、基本的には競争を激化させます。競争を激化させます。インフレ率を抑制する場合、これをやると、まあ、有効です。有効なケースがあります。ただ、デフレ経済、インフレ率がそんな高くないようなところ、もう低迷しているところで、これをやっちゃうと、デフレ化が促進します。なんで、まあ、アベノミクス、私、経済成長否定政策と言いました。まあ、経済成長否定政策。言うなれば、その、反インフレ政策なんですよね。反インフレ政策。まあ、デフレ化政策なんですよね。で、まあ、菅さんもこのアベノミクスを、まあ、承継すると言ってますけども、承継すると言ってるんで、まあ、当然、こういった構造改革でも何だろうって。で、それで、まあ、結局、デフレ化政策を推し進めるという結果になるんですけども、結果となるだろうと思われますけども、この潜在成長、だからこの潜在成長率っていうのは、これは低いっていうと、上がらないっていうと、なら、こういった、前にも、ここにも書いてありますね。その財政を立て直す原資は、成長戦略で作り出すしかない。だから経済成長率っていう言葉、パーンって出すと、その、成長戦略、なんかの戦略、なんかのやらなきゃいけない。構造改革しなければいけない。行政も改革しなければいけない。というふうなところに非常に結びつきやすいんですよ。単なる GDP だとパーンって言うと多分普通の GDP、ここでは高で GDP を今よりも 1.5 から 2% 程度高められるって言うと、どうしてもやっぱり財政出動必要なんですよ。だから財政出動させないで、経済戦略させて、それ、戦略という名のその構造改革をさせる言葉としてもこれ使われてるんですよね。潜在成長率。まあ人によっては平均成長率っても言ってますけどね。まあ平均成長率だったらまあ、ピッチクリきますよね。過去からの推移をまあ、まあ平均してる、まあ辿ってるってことで、まあそっちの方がスッキリしますけどね。とまあそれで、まあここではその規制緩和進めて、だから構造改革、規制緩和。これで、まあ、一緒くたにできますからね。で、まあ、IT 革命を革新を起こせば 3% 成長を達成できると提言した。
で、その後日本の独立、潜在成長率は 1% 未満に、落ち込み、欧米各国を下回って推移した。うん、この結果を見れば、革新を起こす努力を怠ったと言わざるを得ない。うん、だから、あの、改革が少ない、改革が足りなかったっていうふうなことを言いたいんでしょうね。この日本経済新聞のこの記事は。うん。で、この九州大学大学院の篠崎教授は、取り逃した成長力を取り戻すには、今からでも医療や教育などの公的サービスをもっと民間に開放すべきだと強調する。民間開放規制緩和ですよね。まあ、ものの見事にこの潜在成長率という言葉を使って、構造改革、規制緩和、まあ、規制改革、やろうとします。なんでこんなことするんでしょうね。やっぱりそうやると、甘い汁を吸える人間がいるからです。まあ、いますね。もうパーンって頭に浮かびますね。悪い連中。日本経済に救う悪い連中、まあ、パーンって浮かび上がりますよね。でですね、なんで私この記事を読んだかというと、規制緩和を詰めて、その技術革新を進める。で、ここでは、その革新を起こす努力を怠った。ということなんですね。まさに、なんていうかな、その革新、やろうにもした。構造改革もやろうとした。でも、それできなかった。もう、それ、まあ、政府も民間も含め、そういうふうな、革新を、まあ、怖がった日本国民のせいだというふうなことを言いたいんでしょうけども、全然違いますよ。全然違います。数字はそういうふうには物語ってません。やっぱりこれあれですよ。国債発行を怠ったからですよ。国が、政府がお金を出すのを断ったからなんですよ、これ。怠ったということなんですよ。私何回も言いますけども、例えばこれであれば、あれじゃないですか。そんな公共サービスにもっと開放するだとか、あとはその技術革新進める。金必要ですよ。投資しなければいけない。失敗するかもしれないけど、そこにお金をバーンって費やさなければいけない。いわゆる研究開発費です。研究開発費にお金費やさなかったからこうなったんですよ。はっきりそう書きなさいよ。日本経済新聞さん。それと、あと、公共事業を削っていった結果でもありますね。そのことによって、この、潜在成長率の要素である、その労働資本ですね。労働資本を著しく毀損しました。公共事業にもっともっと金使って、公共、あるいは公共的な事業、やる。それにはお金かかりますからね。投資をしなかったせいですからね、これ。公共事業にも投資しなかった。で、研究開発も、まあ、何回も言いますけども、日本の研究開発費は18兆円です。アメリカ中学は60兆円前後です。3分の1ですからね、3分の1。日本は3分の1です。これをせめてアメリカと中国同等ぐらいの60兆円に今出してれば、技術革新できたんじゃないですか。IT の。すぐできたんじゃないですか。民間だけじゃ限界あります。大きなお金動かせませんから。だから国がこれやらなければいけなかった。ということなんですよ。何もこの、成長戦略を作り出さなかったとか、潜在成長率をアップさせるために、革新を起こす努力を怠ったとか、というわけではないんですよね。っていうよりも、それをやるに必要なお金を国が出さなかったからなんですよ。ここら辺に決して履き違えないでください。決して履き違えないでください。だから、この記事、まあ、逆説的には、もっと金出すよってこと言ってるんですよ。もっと金出すよってこと言ってます。そりゃそうでしょう。ここで、だから、まあ、そういうふうなバレた、そういうふうなことを、まあ、バラしたくないから、この最初の方にガツンと、この公的債務の国内総生産、GDP 比率は21年度に 250% を超えるということに、財政健全化が必要だということを言いたいんですよ。言ってるから、言って、財政健全が必要。で、国債は発行できない。じゃあ、結局の経済成長戦略、あるいはその、革新を起こす努力。やっぱりそれは、まあ、民間だとか、お金をかけないで、それで、まあ、やらざるを得ないよというふうなことを言いたいんでしょうけども、現実的には金出さなきゃ無理ですよ、これ。当たり前ですけども。せいぜいアメリカや、中国並みの、研究開発費。出してからこういう記事書いてください。
ということで、結論は、この日本経済新聞の今日の新聞の、この、一文の記事、規制改革。うん。結局、技術を革新するには、掛け声だけではなくて、国債発行という、政府の借金が必要であると、いうことが判明しました。で、ちなみに財政健全化はもう終わってます。書くんであれば、政府の子会社である、日銀の買い取った額を、相殺した額も書いてください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。